representando a Rusia. まず最初の演技者はロシアのデニス・ソロベル、ドゥヒク・ザハナジャン。予選は3位で通過。いい感じで始まりましたね。はい、フェアですのでね、インタラクションというのを、まあ、身体交流っていうふうに訳せるんですけれども、やはりユニット感って言いますかね、はい、2人でやってるんだよっていうのを、必ずしも接触しなくても表さなければいけない。なるほど。おー、面白いリフトですね。ただこのペア少しちょっと淡々とこなしてるように感じますね。もう少しこう気持ちを、体の中から出していただいて、観客をもう少し引きつけてほしいですね。なるほど。最初の演技者になりましたロシアのソロベフ・ザハナジャン組です。まあ、2人のこの関係性といいますか、この2人の、まあ、共にこう一体感を持って演技しているという、まあ、そういうものを表現しなければならないという部分ではミックスペアかなり難しそうですね。そうですね、男女のペアということですのでね、はい、他の、まあ、競技にないような、まああの内容になってはくるんですけれども、いかにスポーツ風に、まあ、スポーツマンらしく互いの、まあ、コネクションっていうのが演技の中に含まれるとことができるかっていうのを、まあ、ペアの題材になってくると思うんですけどね、はい、2人ですので10メートル四方動くのもシングルと同じように大変なんですけれども、お互いに離れて距離が離れていても一体感を感じさせるような雰囲気が必要となりますね、はい。